それでは勇者様、どうぞこちらへお越しください。綺麗なんでしょう。こちらの絵は一体何を描いたものなのかしら。こちらの数々の絵はラムダの地に伝わる神。勇者とは世界に災厄が訪れる時、大樹に選ばれて生まれてくる。この世界に初めて勇者という存在が降臨されたのは遥か古の時代のことです。ロトゼタシアのすべての命の源は命の大樹、邪悪の。そんな時代に命の大樹に選ばれ生まれたのが、あなたと同じあざを携えた伝説の。そして勇者ローシュ様と共に戦ったお仲間の一人、賢者セニカ様。そのセニカ様の生まれ変わりと言われているのが、そちらのベロニカとセーニャなのです。ウルノーガ、邪神なきこの時代にあなたがなぜ勇者として生を授かったのか、皆様の話を聞いて、すべてつなが…どうか、ウルノーガなる者を討ち果たし…
れちゃう。ヒャダルコ。うん。お楽しみいただけたかしら。いただき、切り裂くわよ。こんなものかしら。
やるじゃねえか。うん。てよ。
私たちの勝ちよ。行きましょう。Thank you.
のかしら。お楽しみいただけたかしら。切り裂くわよ。行くぜ。はっ、せい。Thank you.
け、カテちゃん。はっせい。あら、もう終わり？負けないわよ。いけ、カテちゃん。それ、せい。最高ね。おととい来やがれ。
今助けるわ。タイガークロー眠れ。終わったな。助かったぜ。バイパーファング。お楽しみいただけたかしら。
昨日来やがれ。山頂までもう少しかかりそうね。タイジちゃんに会う前の大事な時なんだし、こ、いよいよ明日は命のタイジの元へ向かうのね。セーニャ、あの曲を聴かせてよ。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たちの命もあの葉の、そういえばラムダの長老が言ってたな。あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。ええ、誰かが生き返るとき、その葉は散り、誰かが生まれるとき、新たな葉が芽生えることで。もうじきウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せば、きっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。あら、ベロニカ、あなたも楽器をたしなむの？も、ううん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先、賢者セニカ様が昔。さあみんな、おしゃべりはその辺にして休みましょう。ねえお姉さま、ん？私とお姉さまはきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。